雷調査隊始まるよ。はい、好きですね。はい、この番組は東京の人、はい、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この番組1時間生放送でお送りしております。はい、チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしております。はい、チャットの方ですとユーストリームさんご登録していただきますと すぐにご参加いただけますので、はい、ぜひとも1時間我々に絡んでください。素晴らしい。お願いします。よろしくお願いします。ね、どうですか今日寒いね。今日寒いですよ。7月とは思えないぐらい寒いんじゃないですか。はい、そのくだりもう一回やる感じですか。え、今から始まったんじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと今デジャブ。そういうデジャブやめておいていただきたい。デジャブすごく、うん、すごい。まあ、ぜひね、皆さんね、こんな寒くなったり暑くなったりしますけれども、体調管理には十分、お気をつけください。はい、よろしくお願いします。さあ、早速ね、そんなこんなんで自己紹介いきましょう。はい、皆様こんばんは。私がこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいておりますくまちゃんこと熊川雄大です。皆様よろしくお願いします。ほらね、決まりましたね、今日もね。はい、当たり前じゃないですか。ちょっとアップにすると汗が光るみたいな。そうですね、まだ引いてない感じで、はい、すぐボロが出ちゃうっていうね。はい、いいと思います。はい、じゃあ、あなたね。いきます。雷調査隊新人隊でございます。あっちことあっちんこと田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、あっちゃんこれどうしたの、これ絆創膏、何どうしたの。はい、アップで、うん、これ絆創膏です。などうしちゃったのこれ。これは、はい、あれですね、傷ですそのままですね。そのままですね。そうです、はい、相変わらずのね、はいはい、ちょっとプリゾンという感じでね。はい、よろしくお願いします。はい、雷調査隊員おしんこと、はい、しんちゃんこと山本慎一と申します。本日も1時間よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ということで、はいはい、早速ですが、ちゃんさんが入ってきていただいております、うん、ありがとうございま す,、はい、いますレッドコメットマックスさん、 ありがとうございます。赤い水星さんですね。香川の赤い水星さん。はい。そしてトミさん。トミさん。ありがとうございます。九州からありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしてカタさん。カタさん。ありがとうございます。こんばんは。素晴らしいですね。はい。させていただきます。隊長しんちゃん。今日も綺麗で可愛いあちゃん。こんばんは。ありがとうございます。赤い水星です。ありがとうございます。トミさん、おっさん取り込み中なんでスルーでいいです。どういうこと？何を取り込みしてるの？どういうことなんでしょうかね。はい。あ、また再びコメントマックさんがコメントいただいておりますが、じゃん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 この番組生放送でお送りしておりますので、そう、ねね、チャットを参加していただいた方が楽しく1時間過ごせると思いますの で, です、ね、最後の最後までお付き合いよろしくお願いいたします。で、今日ちょっとなんか冒頭からちょっと電波の状況、うん、そうですね、ちょっと若干ね、かんばしくなかったので、はい、ちょっとご迷惑をおかけするかもわからないのでですね、はい、皆さんそちらの方ね、よろしくお願いいたしますね。はい、お付き合いね、お願いします。はい、さあ今日は、ね、ちょっとムーディーな感じ、ムーディーな感じですね。はい、いつもと違う感じを多分皆様もね、はい、見ていただいていると思いますが、はい、今日はどこに来ているのかな。ね、今日はですね、はい、先週のどこの紹介ですか。はい、カフェ&グリル、はい、クラーレさんからのご紹介で、はい、さあ今日は調査させていただいているお店が、ね、はい、はい、姉妹店になります赤坂にありますクラーレさんに来ております。はい、本日57件目ということで ね, でね、はい、調査させていただいておりますけれども、はい、レッドコメントマックスさん、体調大丈夫ですか。うん、体調のことかな、この前風邪ひいてた。 ありがとうございます。どうですか。もうおかげさまでもう十分、ね、もう復活ピンピンになりました。ピンピン、さすがです。薬には頼らない。薬には頼らない。病院にも行きません。あくまで自然治癒です、ね、はい、心がけて折れますけれども、はい、折れないように、はい、まあね、今日はもう57件目ですよ。本当ですね、はい、あっという間に。あっという間に。そうですね、まあ、こういうね、記念すべきこの57件目、うん、ね、素晴らしいお店に、はい、やってまいりましたね。赤坂にございます、クラーレさん。裏赤坂、うん、そうですね、最寄り駅ですと青山1丁目駅になるのかな、
はいはい、まあちゃんは乃木坂の方から、ね、はい、乃木坂からやってまいりました。東の方からでも来れるそうなので、結構あまり時間的には変わんなかった、変わんなかったですか、変わんないみたいです。あ、なるほどなるほど、はい、で中州の方ちょっとお伝えしていただきたいなと思いますね。はい、東京都港区赤坂の 7-4-12 でございます。はい、お電話番号もいい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、03-6277-7357 です。うん、03-6277-7357 です。うん、はい、加藤さんがね、ツイッターの方でも書き込んでいただいておりました。こんにちはと、体調今日声が変って、うん、あ、そうですか。そういう心配をしていただいたら、ね、大丈夫ですよ、はいはい、ちょっとね、あのね、まあまあ、雰囲気がね、雰囲気なのでね、僕たちもちょっとね、ムーディーにやってやろうかなっていう、たまにはね、新しい一面を見しとこうかなっていう、まあ、なんせ57件目なんでね、はい、そこはね、切りがいい感じではないけど、57件目切りはよくない、そうですね、ごめんなさい、はい、あの先週ね、調査させていただきました、はいはい、あのカフェ&グリル、うん、クラーレさんとはまたちょっと雰囲気が違って、うん、また違いますよね、はい、本当にあのレストランクラーレさんという形で、レストランになっております、うん、と本日調査させていただくクラーレさんは、うん、ちょっと今バックもねしっかり映ってると思いますが、厨房が見えますよ。そうですね、せかせかと皆様働かれてますね、はい、お仕事ですお仕事されてますよね、はい、あ、そうですね、うん、なんかあれですね、やっぱりその戸越銀座にございますクラーレさんは何ですかね、ちょっとあのカジュアルな感じだったんですけど、 それに対して、赤坂の今来ているクラーレさんはね、すごいなんかね、やっぱ高級感だったりとか、やっぱ場所柄そうなのかな、雰囲気作りがまた全然違う感じで、いいですよね、今日も1時間楽しみな、そうですね、楽しみなんでね、はい、そうですね、あの店長さんとね、はい、お呼びさせていただきたいんですが、はい、チャターさん入っていただきました、はい、大谷よしさん、ありがとうございます、こんばんは、大谷、大丈夫かな、はい、大谷よしさん、大谷よしさんで大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、いやー、はい、じゃあ早速、ね、ちょっと店長さん、ね、やっぱり金曜日っていうこともあって、ね、そうですね、はい、すごく大反響をしておりますので、はい、ちょっと合間を縫って ね、 そうですね、店長さんも、はい、ちょっと雲が出てましたね、はい、すごい、こういうこともね、すごい、生放送や、生放送ですね、感じでいらっしゃいますかね、店長さん、あ、でもちょっとね、忙しい感じ、まあ、その間にね、ちょっとね、メニューの方をちょっといろいろ見ていきましょうか、ね、手元の方にメニューをご用意させていただいております。はい、大谷よしさんが、はい、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、はい、はい、こちらお食事メニューの方とドリンクメニューの方をご用意させていただいております。すごい、これは写真付きですよ、すごく見やすい、分かりやすいですね、はい、ね、分かりやすいですね、うん、ビールの種類もね、うん、すごくなんかいろんなタイプがあって、しっかりとこの国名も書いてありましてですね、アメリカ、イタリア、ハワイ、そうですね、アルコール度数もしっかりと刻んでありますね、はい、4.8 とか書いてある。でもさ、このアメリカね、このすごい、あのね、輸入産のビール、輸入のビールにしてはですね、全部お安いんですよ、本当だ、本当、ね、うん、あのお手頃になっております、お手頃な、ね、料金になってますね、はい、大谷よしさんが初ログインでよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、嬉しいですね、はい、肉が美味しそう、そうですね、肉が美味しそうですね、どういう形でね、今日も頑張って、ね、あのおすすめ商品を、ね、調査させていただきたいなと思っておりますので、うん、皆様も一緒に、ね、どんなメニューがあるかも、はい、そんでそんで、こんにちは、こんにちは、そう、この3種類ございますね、メニューの感じが、ね、ちょっと雰囲気作ってくれね、すごい、これなんかお誕生日とかさ、ね、あ、いいかもわからないね、さっき、さっき、ね、やられてたんですよ、後ろの方、お客様、あ、そうなんや、おめでとうございますって言ってたから、多分そうなんだ、早速ちょっと、はい、店長さんを呼びしたいなと思います、はい、はい、こちら、クラーレさんの店長さんです、簡単に、はい、あのお店の自己紹介的なものをこちらカメラの方にお願いしてよろしいでしょうか、はい、赤坂レストランクラーレの店長の寺田と申します。当店は、赤坂駅と、はい、青山一丁目駅のちょうど中間ぐらいの住宅街に、はい、ほんとポツンとあるようなお店
店でして、ちょっと隠れ家的な存在のお店になっています。はい、早速チャーターさんでね、はい、大谷芳さんがクラーレは何回も行ったことあるお店なので、親近感バッチリですと、はい、はい、ご来店いただいてるお客様が、ありがとうございます。はい、すいません、話を飛ばしてて申し訳ないです。こちらのお店の方はオープンしてどれぐらいになる、はい、オープンしてちょうど今月で1周年なんですね。1周年、はい、ちょうど去年の7月頃に、すごい、もともと店長さんもオープンからずっとおられる感じ。そうですね、最初から私いました。もうこういうお店を作りたいみたいな形で。そうですね、みんなで結構会社みんなでいろいろ話し合ってこうしてこうっていうのを決めて、でちょっとソファー、向こうがソファー席になってるんですけど、ありますね、ちょっと色が違うんですね。向こうのソファーの席のエリアとこっちのダイニングテーブルと、ちょっとはっきり分けたいっていう雰囲気自体を、はい、そうですね、向こうはちょっとリゾート調でちょっと食材なんかもたくさん置いて、はい、そちら選べる感じですか。そうですね、こっちではどっちかというとゆっくり食事を楽しむ席に近いという。本当先週調査させていただきましたクラーレさんとまた本当打って変わってというか雰囲気がそうガラリと変わって、すごく雰囲気の良い店になっております。色がしっかりとね分かれた出てますね、はい、お店ですよね。ということで調査させていただきまして、はい、こちらのおすすめの商品などを、はい、お出しいただきます。ご用意してもよろしいですか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。やっぱりイケメンやつ、ね、なんかね、最近ね、僕は思うんですね、57件目にしてやっぱり思うことは、やっぱりね、そのね、店長さんだったりとかね、うん、従業員さんはやっぱり皆さん感じがいいですね、すごくね。そうです、うん、やっぱり接客って大事じゃないですか。そうですね、それにやっぱりなんか顔もね、しっかりと出てこられたね、もう方もたくさんいましたね。はい、そう、57人目の店長さんなんですか。そういうことですね。57人目の生ガキの三種盛りが個人的には好きですと。生ガキの三種盛り、ちょっとこれ見てみましょうか。はい、生ガキの三種盛り、どれぐらい来られたことがありますか。いいですね、いいですね。結構あれです、常連さんっぽい。そうですよね。彼女さんとか連れてこられるんですか。女性だったらどうするの。本当だ。本当だ、そうか、そうか。少々お待ちください。生牡蠣の三種盛りですね。今私が今ちょっとお調べしているんですけど、お調べしているんですけれども、はいはい、ないかな。そう、ちゃんと調べて。5、6回ぐらい行っていると思います。結構まあ行かれてますね。赤坂のクラブって何ですかね。あ、そう、クラレさん2つあるんですね。先週調査させて、戸越銀座っていうのもと、こちらの方で大丈夫ですかね。そう、そうそう、生牡蠣の三種盛りですよね。うん、限定メニューなんですかね。そういう面もあるかな。なかなかこう僕の、ね、目では見つけることができませんけどね。たくさんいっぱいあるから、トミさんね、腹減ったと、ね、これからね、私たちね、こちらのね、クラーレさんのお料理をね、しっかりとこの調査していただきますのでですね、ぜひ皆さんもね、一緒にね、ね、なんかご飯を食べながらでもね、見ていただければね、はい、はい、赤坂です。牡蠣は冬だけかもしれないですね。確かそうかもわからないですね。はい、絶対そうですよ。だから季節のメニューもここにあるっていうことですよ、もしかしたら。やっぱりその季節ごとにあったメニューの方を多分ちゃんとこうしっかり考えられて、はいはいはい、いただいてるんだと思います。はい、すごい、いいですね。こういう形で来られたことがあるっていう。なんかいいですよね。いつ頃来られたのか、最後に来たのは。最後に来られたのはいつ頃ですか。そうですね。ね、1年ぐらい、はいはい、オープンして1年で5、6回。5、6回でね。早速、店長さんが。じゃあ、短角牛もも肉のカルパッチョでございます。短角牛。岩手県の方で育ててる牛なんですけど、脂肪分が少なくて、はい、赤身がすごい多い。淡白のお肉なんですけど、お肉本来の旨味が食べれる牛で、すごい、すごい、おしゃれ、おしゃれですね。でそれは味噌の中に赤ワインを入れて、その中にお肉を丸ごとつけちゃってるんですよ。あ、味噌、はい、
ちょっと味噌の香りが食べたと思います。味噌の中に赤ワインを入れて、そのままお肉を漬け込んでるという。はあ、すごくね、しっかり調査させていただきます。なかなかね、想像がつかない。全然想像つかない。短角牛。短角牛。はい、はい、トミーさんがね、食欲だけそそらせる嫌がらせ番組です。はいはい、違うよ。情報番組よ。番組ね、食欲だけそそる情報番組です。違います。体調がそれ言ったらあかん。あ、ダメですか。しかも脂肪分ね。少ないみたいな。ってことはあっちゃんね、女性にしてはね、あっちゃんからまずさ、いっぱい食べてもあれなのかな、調査させてください、ね、なんかね、もうすごくね、上品なんですね、やっぱりほら、このさ、盛り付け方とかさ、ね、皿もね、そうそうそう、あとなんか夏っぽいじゃないですか。ちょっと気になったの、言わせてもらっていいですか、はいはい、あと、うなぎのテニーヌってあったと思います。あ、うさぎのテニーヌって何それ。うさぎって食べれるんですか。わかんない。コルレオーネさんが入っていただきました。コルさん、こんばんは。はい、じゃあ、あっちゃん、早速ね。はい、最後に行ったのが少し前の4月ゴールデンウィーク直前でしたと。ご無沙汰しています、店長と、はい、ただいまのこのね、お料理、短角牛もも肉のカルパッチョ、赤ワインと味噌の香り、こちらがですね、980円となっております。いいね、そうですね、わかりますかね。さあ、さあ、さあ、いいですか。はい、じゃあ、ちゃんがこんばんは、こんばんは。はい、短角牛ですからね。なんかね、風味がすごいしてくる、味噌の風味が、横からも。オリーブオイルがかかってるのかな。あ、なるほど。サラダ的な感じ。いや、しかも歯応えもあるけど。あ、大丈夫。なるほど。ね、やっぱ最終的には美味しいってなっちゃいますよね。そうそう、僕だね。しっかりちょっとね、しんちゃんね、しっかりってその後に来るのがさ、すごくやりにくいね、わかる。いやいや、でもしっかり言った、しっかり言った。僕はもう完全に飛び道具だな。でもすごいね、ほんとね、お味噌の香りがね、すごくするんですよ、やっぱり。すごい、遠くからでもね。これね、かいわれさんとかもいっぱい乗ってます。はい、いただきます。どうぞ。歯応えがすごくいい。歯応えがいい。あ、ちょっと、はいはい、歯応えが想像とまず違ったの。あ、これどう言ったらいいんだろうな。生肉とかそういう感じの歯応えではなくて、すごくこうちょっと牛タンチックな感じの歯応えに似てるのかな。なんせ結構ね、こう赤身をね使ってらっしゃいますからね、ちょっと私もちょっと調査してみますね、うん。あ、すごい、これ おいしいわ。おいしいですか。結局おいしいになっちゃった。なっちゃう。すごい、でもあっさりしてて、風味がね。見てください、これ。ほらほら、目が分かりますかね、この赤身、ツヤツヤね。ちょうどね、真ん中のところにね。じゃあこちら、私もね、しっかり調理します。これお味噌にワイン、うん、赤ワインを入れてそのまま漬け込んでるじゃないですか、うん、だからやっぱりね、お肉本来の旨味もさることながら、うん、はい、いろんなね、お味噌の味もしっかりと生きててね、うん、しかもやっぱり言ってた通りね、歯応えもしっかりやってね、うん、はい、美味しい、うん、これね、ずっと噛んでて今、はい、思った飲み込んだ後に、うん、しっかりお肉の味が残るの。そうですね、うん、口の中に。今僕ここね、食堂を今通ってるんですけど、うん、食堂を通りながらでもすごい風味がここに出てるんですよ、ね、はい、結構鼻ぐらいまで来るよね。来ますね、うん、香りが。いや、これはね、すごく上品な味ですね。そうですね、こういうのを前菜とかで出してもらったらね、美味しいですよ。喜ぶでしょ、ね、うん、しかも気にせず油、あの、あれがないんだから。そうだよ、うん、そう、それはやっぱ女性はね、女性にはありがたい、嬉しいよね。こうやってね、野菜も添えてられますからね。はい、それでこれ980円ですからね、皆さん。いいよ、本当に。ね、短角牛なんてそこそこそんな食べれないじゃないですか、もしかしたらね。初めて聞きました。あ、初めて。あります、短角牛。短角牛お聞きになったこと。あ、すごい。もう一個食べてもいいですか。ね、普通に。普通。ファーストインスピレーションでした。そうそう。普通にね、しんちゃんから頂戴。普通にいただきます。
ね、もうね、はい、残念な方々を伺っていいですね、はい、そこはもうよろしくお願いします赤坂なんてそうですよ車両地に行きます、はい、いただきますこれずっと噛んでたい。あ、なるほどね。え、しかもこのお花って食べれるんですかね、うん、これこの黄色いお花。いや、でも食べれそうよね。食べれますよ、絶対食べれますよ。絶対こういうのに使ってるものって絶対食用。そうそうそう、ね、私じゃちょっといただいちゃってください。どうですか。あ、すごい甘い香りがしますね。お花の、お花の、うん、蜜みたいな感じなんですか。そうですね、うん、うん、食べてよかったんだよね、これね。もう食べちゃった、これ見たけど。食べていいっていう手で言ってた方が、あの青山なんで、ね、 ね、あんまりね、はい、下世的な感じでは大丈夫です。そうですね。でもさ、結構さ、お肉を噛んだ後にさ、まあね、なんかこのお花をね、ちょっとつまんでね、食べるっていうのもね、結構お口直しになりますね。でもそういう感じで添えられてるのかも、見栄えも。かもしれませんね。すごいですね。はいはい、ね、すごい。お花の香りがすごくするの。いいですよね、はい、本当に。そう、普通にでもどんどんいっちゃうの。あ、じゃなくなっちゃうよ。うん、本当食感がちょっと牛タンっぽい、うん、なんかこう、なん。いや、牛タンじゃないな。なんて言ったらいいんだろう。他に何か表現できる？なんかね、牛のたたきあるじゃないですか、うん、それをもう少し、なんだろうな、こうすごく、淡白にした感じ。なので、どうしても手先とかになるとイメージ的にちょっとこうパサつきであったり多いじゃないですか。なんかローストビーフとかでも若干ちょっとこう重い、重いっていうかちょっと脂っこいイメージはあるんですけど、それは本当にちょうどいいんですよね。普通に あちこさんは食べております。はい、新しくチャッターさんも入っていただきありがとうございます。レインボーステーションさん、レインボーステーションさん、あ、素敵なお名前。西の駅、ね、素敵、ありがとうございます。はい、はい、本日、雷調査をお邪魔させていただいているお店、はい、調査させていただいているお店が、はい、裏青山、裏赤坂ですね。よろしくお願いします。すいません。はい、裏赤坂、赤坂と青山のちょうど中間のにございます。はい、レストランクラーレさん、はい、はい、こちらに上の方にお電話番号の方を載っております、はい、こちらの方からお届けさせていただいております。なんと本日で57件目の調査ですから、ね、どんだけ57件目だから今日5回以上、はい、それほどね、こう長いことこうやってる、そうですね、アピールしていただいて、はい、じゃん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 、今 ね、ゲストさんもね、7名ぐらい今ちょっと本当だね、入られてるので、じゃんじゃん見てないで入っていただいて、何でもいいのでね、見てないでって見ながら入っちゃって、見ながらね、ぜひとも、ちょっとこの子頭痛いんで、痛くない、なんかいろいろ突っ込んでいただけるとね、うん、この子 あの痛いところも生えてくるかな、生えてくる、ね、彼女のね、あれがいいところだからね、いいところなんでね、ぜひつついてください、ちゃんとね、ついてください。ここにはどんな、こちらがドリンクメニューの方ね、ドリンクメニューちょっと山ちゃん、はい、お願いします、ね、やっぱりこういうレストランなので、はいはいはい、やっぱね、雰囲気もやっぱ大事にしたいじゃないですか、 はい、それに見合ったドリンクっていうのをすごくたくさんリーズナブルなものから、うん、ちょっと高級感のある金額のものまで、ワインも赤白でこんだけご用意させていただいております。結構ね、いい金額を、いや、でも安いものを、そう、本日のグラスワインでも580円ですよ。そう、だいたいね、こういう赤坂とかのね、お店に行くとね、やっぱりね、1000円はするんですよ、いっぱいね。そうな気がする。そうそう、それがね、普通のね、お値段でこう楽しめるっていうのもなかなかね、いいですね、すごいですね、はい、大谷義さんが突っ込んでいいんですね、全然突っ込んでくださいじゃんじゃん突っ込んでください。はい、そうで、ワインが、はい、ほんとこんなたくさんメニューがあって、うん、ありましたね。で、しっかりビールから、はい、ね、おしん、多分そこまでお酒に詳しくないからわかんないけど、はい、ウイスキーから、これは何だ、ウエジでモンテベル、これはね、すごい、バーブリー、
バブリー、バブリー何なんだろうね、これはね。ご存知の方あります、うん、バブリーって何だろうこれ、あのほら何の種類なの。大谷さんもね、一回来られたことがあるんで ね、そうだそうだ、ね、うん、ぜひともね、さっき詳しい方ね、来ていただけると、はい、とビールもあのスピリッツもリキュールもいろんなものをご用意させていただいております。しかもね、ソフトドリンクもあります。だからお子さんも連れてこられてね、で家族でね、なんか誕生日会とかでも使っていただければ ね、いいですよね。ちょっとなんかこう豪華な気分を味わえるね。あの私たち、あ、ごめんなさい、体調は違います。あの私的にあの庶民派的なものにするとこういうところはね、ちょっと緊張しちゃうんですよ、ね。私も緊張しちゃいます。何こういうところで何、好感度アップですか。好感度アップは多分ね、あの私たち庶民がって言ったら絶対逆のこと言ってる。言ってた。俺はいつもこういうの食べてるよとか絶対言ったら、それも読んだ上で、なるほど、そういう感じです。はい、はい、え、不意打ちって。そういう打ちですね。はい、もうじゃん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 。そうですね、なんかね、お好きなお酒とかね、あったら ね、これ飲んだら、これこのお酒は美味しいよっていうのがございましたらね、ぜひね、これもね、調査、チャット調査員の方なんでね、はい、一回行かれてるので、どのお酒が美味しかったよとかもですね、あの書いていただければね、はい、嬉しいですね。ね、はい、もこうやって、今ね、バッグにも映ってると思うんですけど、はいはい、キッチンね、まあ、オープンキッチンと言っていいのか、でもしっかりこう調理してる風景が見れる、こうやってね、キッチンさん、あ、キッチンさんって、あの、シェフの方がね、作られてる風景を見ながら食べられるっていうのは、いいですよね、やっぱり。解放してる感じが。解放してる感じが。ね、なんかしっかりとこうね、働かれてるところをこうね、うん、しっかりと働かれてますみたいな。あの、それね、お仕事なのよね。そうですね、まあ、しっかりお料理をさ、作られてるじゃないですか。だからこそこういう美味しいものをね、出していただけるということでございます。なんか本当インテリアっていうかさ、すごいこういう身近なもの、ね、ライトとかも、ね、なんかすごい凝ってはって、絵、とかすごい、なんかお店の雰囲気もなんかこう空間とかすごく意識しはってるなっていうのをすごく感じるお店です。音楽とかね、 BGM とかね、音楽もいい感じ、ね、本当に。そうね、お皿ね、お皿もさ、すごくおしゃれですね。皆さん気づきました？これはだってこう透明なんていいよね、うん、なかなかないかもしれない、はい、夏っぽいじゃないですか。夏っぽい。あべ新しく、はいはいはい、センターベラスさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。はい、そして、赤ワインで、はい、ちょっとごめんなさいね、ボデガノートンカベルネが飲みやすいと思います。ボデガノートンカベルネ。カベルネ。ありがとうございます。有力情報。赤ワインで、嬉しいですね、ボデガノートンカベルネ。はい、体調チェックが入りました。キャプテンマーベラさん、隊長おしんさん、あちこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こちらですね、ボデガノートンカベルネ。うおお。はい。あ、はい。はい。こちらの料理とかって、もともとこう、すごいやっぱ試行錯誤ってされたんですか？そうですね、なんか。結構そのワインの量とかバランスとかは結構すごい何回も何回も出来上がりました。すごい、はい、ありがとうございます。すごいよ。こちら野菜の蒸し焼きですね。アンチョビバターソース。アンチョビバターソース、すごいいい香り。すごくいいですね。すごい香り。量が多いんですけど、これが1人前の通常の量。ありがとうございます。アンチョビソース、これで1人前。大きい。すごい。ちなみにこれ何種類のお野菜が、うん、今日は8種類。しっかり夏のね、お野菜がね、お野菜がすんだり、夏野菜ばかりで、夏だったらヤングコーン、キャベツ、かぼちゃ、パプリカ、ほうれん草。やっぱりこれは、あの春夏秋冬、やっぱメニューは変えてる。結構変わりますね。その日に入ってくる野菜も全然違いますね。はい、先ほどね、クラーレさんご利用になられてたというお客様が、牡蠣の三種盛りっていうのが、うん、牡蠣の三種盛り。あ、そうですね。それも去年の秋だったりとか、秋ぐらいからやられてたと。
あ、もうね、1年を通して楽しめるお店なんですか。本当ですね、四季折々で、ね、野菜の蒸し焼き、これで1人前とはかなりの量ですね。そうですよ、本当ですね、すごい、ありがとうございます。じゃあしっかり、ね、はい、そうです、ありがとうございます、よろしくお願いします。いや本当にね、すごいいい香りなの、もう香りがね、そう、皆さんこれ素晴らしい、栄養価の高い野菜がこれだけたくさん、これなら夏バテにもいいですね。いやー、待ちですよね、しんちゃん夏バテ気味だったからねそうね、ちょっとね、夏バテ気味なんで、大丈夫です。そんなしんちゃんからね、ぜひなんかお野菜をね、これでもどうやっていただいたらいいんやろ。アンチョビバターソースですよ、しっかりガーリックも入ってね。どうしよう、なんか普通にちょっと切ってもいい？はい、どうぞどうぞ。もうこれ、ちょっと待って、こちらでね、お値段の方、私が今調査させていただきますね。はい、いくらだろう。すごい、これ1人前の量じゃないよ。なんかすごい柔らかそう。すごいよ、ナイフが入ってくる。超柔らかい。ちょっと待ってください。ん？あのね、お値段がこの量ですよ。はい。8種類のお野菜が入っております。この量でですね、新鮮野菜の蒸し焼き、アンチョビとバターのソースで980円です。これ980円驚きの顔。980円ですよ。うっそ、1000円以下で食べれるってことですよ、これ。普通にさ、4名様ぐらいで来る。いや、そうですよ。すごいいいよね。1人前多いわって感じでした。大谷よしさんが、トリュフの香りすごくしませんかと。うん、しますね、これね。トリュフの香りが、え、ごめんなさい、おしん庶民的すぎて、トリュフの香りが、ちょっと分かんない。僕ではどうですか、隊長。いや、トリュフの香りします。しますか。さすが隊長。さすが隊長。豚になった気分ですね。豚、はい、これで980円。驚きの値段設定です。ね、香りがすごいんですよ。ちょっと、しんちゃん、ね、お願いしますよ。せっかくなんで、うん、キャベツから。はい。ちょっと、ついカットしたのに。その間に、しんちゃん、いただきます。すごい、キャベツがとろける、とろけるよ。うわ、すごい。ソースはどんな感じですか。口の中に入れた瞬間にすごいね、はい、甘い、あのと、あ、甘い感じ、すごい優しい感じなんですけど、はい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 、口の中から、鼻から全部出るの、穴という穴から、へぇ、毛穴から全部出てんのじゃないですか。美味しそう、すごい、いい香り、柔らかい野菜が。田中もいただきます。そうですね、あのね、ほんとね、しかもスッと切れちゃいますね。ね、はい、すごい。オクラ、これね、夏にぴったりですよ、オクラは。そうですね、はい、栄養価高いですからね、うん、どうですか、これ何個でも食べれる。野菜の味が、うん、なんていうんですか、これで、なんていうんですか、野菜本来のこの旨味ですか、うん、が、はい、生きてるというか、うん、わかる、うん、あ、もう、しかもどうしました。でも分かる、こんな感じになるの。ちょっと大腸ね、赤坂だぞ。そうですね、ちょっと興奮してきた。さすがは隊長殿と言っていただいております。じゃあ私ちょっといただきますね、はい、そうですね、あ、新しくチャタさんも入っていただきましたね。はい、ソトンチームさん、ソトンチームさんでお呼びして大丈夫です。ありがとうございます。はい、そして、ジャーニューベートさん、はい、あ、ちょっとごめんなさいね、お読みちゃんとできなくて、あのぜひともね、こう読んでみたいな、こう打ち込んでいただけるとすごく助かります、はい、お呼びしたいんで、ぜひともよろしくお願いします。今こちらで調査しているのはですね、はい、赤坂のフラーレさんに、はい、調査しているんですけども、うん、このですね、蒸し野菜のこのアンチョビバターソース、はい、あ、そっか、バターの風味がこんだけすごい優しい、はい、私はお茄子を、はい、食してみます。結構お茄子好き嫌いが分かれると思います、うん、でもね、このね、絶妙な蒸し方と、うんうん、そしてなおかつこのソース、うん、とっても美味しいアンチョビバターソースの
それがケミストリーを起こして、これはね、ちょっとそれ言いたかったですこれはね、野菜嫌いのね、お子様もね、十分、はい、野菜嫌い克服されると思いますよ。それくらい結構本当に食べやすい、はい、どんどんお持ちしていただきました。いいすいません、ありがとうございます。すごく美味しいです、うん、本当にいいんですね、本当に。大谷洋子さんがね、お皿の底にバターソースが溜まっているので野菜をこすりつけながら食べてみてください。さすが、さすがでございます。うわー、ズワイガニとカラスミのスパゲッティ、ズワイガニとカラスミのスパゲッティ、いい匂いが。またこちらもね、夏にぴったりなんではないでしょうか。ありがとうございます。すごい香りが、ね、せっかくね、はいはい、大谷さんがね、うん、言っていただいたんで、ちょっと調査員の方が加えてくれていいですね、これはね。このソースが本当いいよね。あ、ほら、柔らかすぎて、かぼちゃが柔らかすぎてさ、崩れちゃった、崩れちゃった。さあ、贅沢、贅沢。お、甘い、デザート、デザート、デザートぐらい甘さがすごい。ちょっとあの、またね、ソースはね、ちゃんと。トーミーさんがお高そうなと。甘い、甘いですよね、ソースが。なんか、じゃこれね、ソースが甘いんじゃないんですよ、お野菜が甘いんですよ。あ、でも野菜の甘みもふんだんに出てるんですね。このソースが引き立ててくれるんですよ、野菜をね。やばい、素晴らしいですね、これ。煮込んでる、美味しい。トーミーさんがお高そうなど気になりますよね。でもね、これで、うん、こちらの方で980円です。そしてこちら、はい、はい、これもいくらになるんでしょうか。カラスミと、はい、カニのスパゲッティになっております。はい、じゃちょっとあの、あっちゃん盛り付けていただいて、はい、じゃ僕はいける、あっちゃん、はい、しんちゃんがいたら、うち、うちあちらね、あれ、あのね、はい、じゃこちらね、しんちゃんがちょっと取り分けてる最中で、うん、今お出しいただいた、うん、はい、こちらのね、ズワイガニとカラスミのスパゲッティ、こちらもね、お手頃ですよ。何ですか、いくらですか。1280円です。1280円、はい、こんな上品なね、ね、盛り付けで ね、なかなかないです。まあ、ね、しんちゃんも上品な盛り付けだこと。パスタを持ち上げるだけですごい香りがする。うまいですね。うわっと、うん、もうね、しんちゃんが今盛り付けてるでしょ。こう盛り付けてる。あ、いいですね、エリック・クラプトン。はい、すごい、すごい。最中にもね、すごい香りがすごいですね。なんかね、このね、お料理は全部香りが、ね、香りがいい。もうすごく香りやられちゃうな。本当あの、目で嗅覚も 目もそうですし、五感で本当に楽しめる。いいこと言いますね。お店ですね。山本隊員。山本隊員。はい、会長、こちらで。はい、ありがとうございます。せっかくなんでね。はい、じゃあ、あちゃんね、今ちょっと調査してください。はい。はい、あ、大谷さんがね、私の好きなパスタは、これなんて読むんだろう。そうですか。なんて読む？あ、見えませんね。漁師風。あ、漁師風ですね。フッサボーレですかね。キノコのソース。キノコのクリームソース。ございますね。漁師風リガトーニで。キノコのクリームソース、リガトーニ。はい、ございます。ちゃんとしっかりございますよ。はい。どうですか？どうですか、田中隊員。もう、カニ、カニの、うん、なんて言うんですか？何ですか？もう、うわーって。食べたらもうカニのもうカニのあ、お確かですか。いや全然大丈夫ですよ。もう美味しい、本当にあの本当にもう何も言えない、何も言えない、なんか言ってくださいね、仕事なんでね、はい、でもカニのって言いました。ズワイガニってかなり高価なものですよね。それが1280円で食べれるなんてお得ですね。お得ですよ、本当に、はい、せっかくのね、隊長、はい、どうぞ。ああダメだ、腹減ったんで飯食いに行きます。ダメです、待ってください。もう少しお付き合いください。もうちょっとね、あのもしご飯食べに来られる際はクラーレさんまで、はい、遠いですけど。そうですね、九州から九州から、はい、遠いですけどね。じゃあ私いただきます、うん、香りがすごいよ。どうですか、カニと、うん、カニの、まずカニのね、
もうカニとこのパスタっていうとこだけを見て、すごい優しい味なんです、それにカラスミがいい具合にちょっとアクセントね入れて、これ本当にねものすごく疲れてる時とか、ね、でも全然疲れてない時とかでも、いつでも美味しいってことですね。いつでも美味しいってことです。はい、はい、ちょっと今分かりづらかった、ね。分かりづらい。でもね優しい、本当に優しい味ですね。うん。じゃあおしんもさ、いっちゃっていい？美味しいですよ。いろんな、はい、これ取り分けしてるだけでもね。そう。カニの旨味がまたねすごいんですよ。じゃあどうですか？いただきます。うん、もうすっごい香り。香りがね。プンプンしてる。でも体調のね優しいっていう意味がすごくわかる。わかります。なんかスルって入ってくるの、なんかパスタやのにうち一瞬普通に飲み込みそうになる。すごい口当たりがすごくいいんですよ。またねいい具合の茹で加減なんですよね。そう、うん、また適したいい、ね、茹で加減じゃないですかパスタの。確かに、うん、だからこそやねスルッとくるの。スルッてくるんだけどもしっかり歯ごたえも残しつつ、そう、うん、噛めば噛むほど、そうですね、カラスミのね、うん、噛めば噛むほどカニの風味が来てカラスミのアクセントが来て、うんうん、はい、すごく美味しいです。すごい、これは美味しいですね。だって普通に考えてこの3つだけでもさ、うん、このムードとこの料理でちょっとなんか、はい、満足感っていうか満腹感を味わえる、はいはいね、満足です、うんうん、でも安いよね。3000円もいかない。1480円、1280円、980円、980円、ね、すごい。普通にこういう感じで皆さんで来てこうやってこう取り分けてっていう食べるのすごくいいと思います。本当にすごい嬉しいな。トーミーさんちゃんと残ってくれてるからさすがですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にパスタのメニューもたくさんご用意して、はい、あります。大谷吉さんもね私の好きなパスタはって言っていただいております、うんうん、いろんな種類のねパスタもご用意しております。ぜひ、ね、とも来ていただいた方が本当にね、はい、いいと思います。本当に、ね、お料理もねパスタだけでもね結構何種類かあるんですよ。うん、はい、じゃあ9種類のパスタ、はい、ご用意しておりますね、うん、こちらの店は、はい、でまあまあ前菜的なものもあって、はい、とすごいね、うん、これでもさこの野菜すごいパンチあるよね、うん、これはね本当にね野菜をねちょっとやっぱ食べないといけないじゃないですか。そうですよ、はい、夏こういう時だからね、こういう時だからこそね、うんうん、それにぴったりのさぴったりね、ぴったりなんだもんね。本当、パスタが9種類、はい、かなり多いですね。多いですね本当に、はい、しかも一品一品すごく手の込んだ料理を、ね、はい、でもそこまでやっぱイメージ的にね高いイメージ、まあ、赤坂なんだよね、はい、重いだと思うんですけど、うん、ところがどっこい980円でいただけるとボリュームでね、すごいいいです。あっちゃんせっかくなのでね、営業時間の方ちょっとね気になるかなと、はい、そうですね、こちらランチもやっておりましてですね、ランチもやってるんですか。そうです、11時半から15時ですね。ほんでそんで、ディナーがですね、18時から24時です、ね、24時まで、うん、24時まで、はい、そして定休日は日曜日、はい、日曜日がお休みということで、せっかくなのでね、うん、住所の方も改めてね、はい、はい、ですね、東京都港区赤坂の 7-4-12 でございます。はい、はい、ということで、うん、ちょっとお時間の方もね徐々に来ちゃうんで、ちょっと店長さんをお呼びさせていただきたいと思います。店長さんすみません、はい、本当にどれもなんかどれも優しい味付けで、そうですね、嬉しい、ほっこりする、うん、優しいかつこう栄養がねあって、そう、はい、いろんな面でね栄養面も含め、はい、はい、
ホッとするお食事ばかりで、そうですね、ありがとうございます、はい、すごく美味しくいただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、この番組なんですね、はい、毎週金曜日ロケの方をさせていただいておりまして、呪術つなぎのように、はい、来週のお店という形で調査をさせていただいております、はい、クラーレさんのお知り合いのお店、お友達のお店、どちらでも結構なのでご紹介いただけるますでしょうか。わかりました。はい、ありがとうございます。ちなみに今生電話とかって、今ちょっと電話かけています。あ、よろしくお願いします。電話持ってきます。はい、ありがとうございます。お忙しいのにね、本当に、ちょっとドキドキするわ。ドキドキしますね。はい、いいですね。この感じいいね。そうですね。行動持ってる。体調やから、ね。はい、体調やからね。行動は持ちます。さあさあ、今日は復帰した体調さんお願いします。わかりました。はい。やばい。本当ね、前菜からいろんなものが楽しめるね。お野菜食べて、パスタ食べて、ちょっとなんかイタリアンっていいね。いいですね。やっぱりいいねって改めて。カメラ目線ありがとうございます。ありがとうございます。私お持ちしましょう。何なのこの気遣い。お電話されてますね。何でしょうか。イケメンですね、相変わらず。ついついそう思ってます。ちょっと、あ、いや、私が勝手に思いました。好きだな。もしもし、赤坂クラインの寺田と申しますけども、お疲れ様です。西川店長いらっしゃいますでしょうか。はい。オリーブオイルは美容にもいいですよね。うん、その通りですね。しんちゃん、聞きでもうるさい。微妙な感じで言わないで。聞こえてた。今の聞こえてた。あ、もしもし、寺田です。お疲れ様です。今ちょっとお電話かかりますんでお願いします。はい、もしもし。はい、はじめまして。我々雷調査隊と言いましてですね、インターネット番組をやっているものなんですけれども、はい、お世話になります。はい、そうですね、毎週、さまざまなお店を調査させていただいているんですけれども、はい、来週の金曜日の、19時から、そちらさんのお店を調査させていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ちなみに、お店のお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう一度よろしいでしょうか。すいません。あ、串田尾根神田店さんですね。はい、かしこまりました。それでは、またスタッフの方から、またお電話いくと思いますので、ぜひよろしくお願いします。来週お願いします。はい、すいません、お忙しいところ失礼します。ありがとうございます。失礼いたします。はい、ぜひよろしくお願いしますという、はい、ありがとうございます。串倒れ神田店さん、神田店さん、はい、串倒れ神田店さんを、調査させていただきますね。来週はですね、はい、はい、大丈夫ですか。はい、こちらの、ね、はいはい、電話番号の方が、ね、ちょうど上にもありますので、はい、ツイートの、ね、ご予約し、そうですね、まあ、もしサプライズ的な感じでね、素敵な方と来られる場合とかは、ね、お誕生日をお祝いしてたりも、ね、あるのでね、おすすめです。ぜひぜひ、はい、なんか普通に食べたくて仕方ないよね。そうですね。残り調査が早くしたいって、でもね、来週のまたお店もね、はい、ぜひ決まったので。そうですね、はい、そういえば雷調査隊を見たら何か特典ってあるのでしょうか。ございますよ。はい、そうだ、そうですよ。お願いしますね。じゃあ、はい、もう一度ね、店長さんお呼びいたしましょう。ね、お忙しいんでね。なんかドキドキするわ。あ、そうですか。はい、失礼します。本日
今ご覧になられている視聴者の皆さんも含め、はい、もし雷調査隊を見たって何か特典とかいただけること可能ですか？この店ワインが結構赤と白合わせて30種類ぐらいあるんですけど、たくさんの、はい、ございます。ワインが、まあ、私自身が好きなんで、私が選んだワインをグラスでいっぱいお客様、はい、プレゼントいたします。 ありがとうございます。もう一度じゃあしんちゃん、はい、雷調査隊を見たと言っていただけますと、店長さんのおすすめのグラスワインの方をいっぱいいただけるということなので、ね、ありがとうございます。ワインももともとずっと飲まれてたんですか？ワイン、そうですね、好きで結構ずっともう飲食業界入ってから、もうワインの触れ合うことが結構多かったので、そしてもうずっと勉強されて、こう拝見すると、はい、スタッフさん、あのシェフさんすごい、うまいですね、ですか、すごい皆さんお若いですよね。そうですね、まだこの料理長自体は27で、ちょっと今聞きたくなかった。おじいちゃんいつもの時すごい、皆さんお若いスタッフさんで、若いスタッフさんで活気があって、そうです、元気だけが、いや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 、特典期間、そうですね、8月いっぱい、ありがとうございます。1ヶ月、はい、2人ご用意させていただきました。ありがとうございます。ではですね、はい、もう一度ね、赤坂クラーレさんの住所の電話番号をじゃあお伝えください。はい、はい、はい、東京都港区赤坂にあります712でございます。はい、そして電話番号は03-6277-7357です。まあ、上に書いてあるけど03-6277-7357です。はい、はい、住所大丈夫ですかね、聞き取れました？今ちょっとマイク離れてたんですけど大丈夫ですか？はい、あのね、クラーレさんで検索していただいてもすぐ出てきたので、うん、ね、はい、ぜひともそちらの方お問い合わせの方よろしくお願いいたします。ね、それでもう一度ね、特典、うん、の方伝えたいと思います。はい、はい、雷調査隊を見たで、赤坂クラーレさん来ていただきますとですね、うん、店長の、おすすめワインがですね、うん、はい、いっぱいプレゼントということで、本日からでいいのかな、はい、本日からでいいんですかね、はい、本日から8月いっぱいまで、ね、はい、特典ということで、はい、ぜひ皆さん、ね、この夏休みは、クラーレさんと共に ね、はい、ね、暑い夏を、ね、あのぜひとも、ね、うん、大谷さん久しぶりにこの機会で ね、はい、来ていただいて、ぜひとも雷調査隊見たと言っていただけると嬉しいです。はい、はい、ということでお時間の方が来てしまいました。はい、はい、この番組はあの水曜日の方も、うん、はい、また調査報告を兼ねて1時間生放送で13時からお送りしておりますので、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、会長の方から、はい、締めの言葉はやはり私ですか、会長の方が、はい、今日はね、本当にね、もう本当に今日 もう初めて食べたお料理もね、たくさんだと思いますよ、皆さん、うん、はい、もう一度ね、このね、赤坂クラーレさんのこの素晴らしい雰囲気を皆さん味わっていただく、ね、ければね、すごいね、楽しいよね、楽しいのでぜひ幸せなるね、はい、ハッピーになるので、ぜひ来てください。はい、ということで、本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は57軒目赤坂クラーレさんからでした。さよなら、バイバイ。